先囚人の姿に化けて私たちを愚弄していたなんて本当に忌々しい。何より心配なのはこの先囚にあとどれだけの反物質レギオンが潜んでいるのかわからないことね。もう急展開すぎて何が何だか。でも幼児ちゃんの言った通りよく考えると天雲には怪しいところがあった。天白氏が派遣した施設なら天雲という人物が実在することは間違いないでしょう。安心して、彼女の行方は雲気軍。私たちの前に現れた天雲はあの悪辣さと残忍さを見るに、ベルトの推測通りきっと私たちを混乱させたかったんでしょうね。彼女あれは、寿命族が管理していた同点で、寿命族の故郷から移植された、古海の継承地だと言われているわ。大戦で剣木が折られてからも、剣木の根は伸び続けていた。本当に枯れたわけではなかったのよ。そこで、同盟は剣木を林縁橋に封じ込め、竜の血族である寿命の力を借りて制御しようと、寿命族の竜尊に代々剣木を見守る使命を与えた。かなり時間が経っているから、その封印が今も残っているかどうかはわからない。残っていたとしても、あの悪霊のような絶滅大君を止めることはできないでしょうね。さっき新側府に元凶を報告したけれど、旧館の陣で話して以来将軍とは連絡が取れていないの。確か気球存亡の時である今、将軍を信じるしかない。ここは、無口くん詳しいんだね。探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、雲気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来てついに雲気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れる。ね、私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。聖査会に行く前にとある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず流れに身を任せれば得るものがあるとね。え、どういう意味？つまりお嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちはこの辺りを見て回ってなよ。でも後で雲気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。縁があったら。
一向に通信がつながらない。あいつらに何があったのかさえわからない。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ？あいつらは、ジンは今どうなっている？時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。やっ！どうしたの？行くって、どこに？まだラフの封鎖は解かれてないし、運気軍の作戦行動だって終わってないじゃない。そう焦らないで。一段落ついたら私があんたと羅刹を家まで送ってあげるから。カイシ様が負けた。そんなバカな、ありえない。この道は運気軍によって守られて。聖者の通行が再開したらしいわ。探偵室に滞在していた。この道は運気軍に。吉報だぞ！運家主婦の薬王秘伝玉が全滅したらしい！故郷に帰るのは久しぶりなんだろう？豪に近づけば心が乱れる。君の目は誠実だ。行きたいところがあるのなら今すぐ動いた方がいい。もうすぐ運気軍が僕たちの身分を調べに来るはずだ。僕にも行くべき場所があるから、ここに長居するつもりはない。お前はどこに行くんだ？僕は行商人だからね。終わっていない商売を終わらせに行くだけさ。李氏が手を差し伸べてくれたおかげでこの難関を乗り越えることができた。将軍様が招いたという客人はかつて名声を博した巡回レンジャーだったのか？海主様がしくじったのは、待っていろ。異邦人たちが薬王秘伝に勝ったとは。どう？薬王秘伝が探偵市で反乱を起こしたため、現在運気軍が制圧中です。各所安全ではありませんので、しばらくここに残ってください。作戦行動が終わり次第、人員を割いて皆さんをご自宅までお送りします。ええ、狂った連中ですよ。剣木は見ましたか？あれもその狂人たちの仕業だそうです。軍旗に関わることなので、これ以上教えられませんが。剣木が蘇ったのは薬王秘伝の仕業だと。全あいつらどうしてこんな厄介なことに巻き込まれて。ああ、この方たちなら見ましたよ。将軍様が招いて、今は大木様と共に出征しているのでここにはいませんが、彼らの勇気ある。ついさっき前線から商報が入りましたので、直にか。気のせいでしょうか。あなたの顔には見覚えがあるような。二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。
大きなこの間。この耐震堤は我ら寿命族の運銀の術で駆動しています。湖海の水を飲み、クジラが虹を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。その全てに運銀の術がかけられております。さあ若様、恩義で感じてみてください。世はからくりに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味があるというのだ。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だ。寿命族の深淵、この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。寿命が協力して作った探索、世はからくりに、若様は、みんな、あんたは神竜の生まれ変わりだって言ってるけど、本当なの？今の俺は先週から追放された身、もう不朽の竜の血族ではない。あなた様が一人前になられるところをこの目で見届けたか。悲しむことはありません。寿命は消滅を繰り返し、この世にあなた様が竜尊になられた頃には私も幼児に転生していることでしょう。その時はどうか温かく接して。このみなぎる力、あなた様は、ああ、竜尊様がお戻りになられたのですね。が起きております。これ以上先に進んではなりません。すまないが、ここに留まるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞こうともせずに。まるでかしこまりました。李英教への船は岸辺にありますので、そちらにお乗り。ええ、時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がさんぞ。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱は
お前たちの過去と何の関係もない。炭鉱見た目を変え身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる、炭鉱。貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来てもらう。軽減についている小僧か。奴は時期の見極め方を教えなかったようだな。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ？君の顔、どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯せしめ、戦士を裏切り大乱を起こし、衛星に追放する寿命の流祖陰月君だ。戦州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらう。聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州に潜り込んでいると。行け。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。弁解は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもしれんぞ。奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君も行かせはしない。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃないか。カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、陣地、束縛を解くのよ。行けぞ。まだ足りない。そうそう。いい加減降伏しろ。この力を使うつもりはなかった。だから手を下せない。無事などもめ。美月たちの方はどうなっている。早く終わらせなければ。Yes!
怖いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣見覚えがある。あの女に教わったか。貴様には死んでも。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではないが、他に方法がないような。すまない。天候の荒波。すまない。期待に応えられなく、僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて、もうやめなさい。どう、ジンちゃん、満足した？何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもの。二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃないか。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ感謝しているんだ。この者、将軍、僕は今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友よ。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。月照らす古海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても、天地の普遍と並ぶことはできないか。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。
俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。これに対して文句を言うつもりはない。ただ将軍には過去の残影を捨ててみてほしい。はあ、昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい。たった一言や二言で周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。丹風として見ないでほしいと言ったか。丹風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。約束だ。丹風にできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め、彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、ケリューの力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに。再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。丹風はいなくなり、炭鉱だけが残っている。私今はただの羅浮将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが、彼らに会いたいと思わないかい？彼女に、美月やベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか？ああ、この先の賢竜太夫殿で待っているよ。行こう、君の友人たちが待っている。